犯人を探せ、ザ・ AKB プロファイリングです。さあ、実は今日またおぞましい事件が起こりました。見てみ、本日未明、うちの番組の AD 稲葉君が誰かの楽屋を開けたところ、あまりにも汚さにびっくりしてショック死した。見てみろ、ダイニングメッセージで9841、悔しいって書いてあるな。悔しいです。これなんで数字で書いてるんですか。これはあのポケベル世代やからな。事件発覚後、なんと仲間の罪をかばうためか、この5人のメンバーが自首してきた。これから紹介する様々な証拠物件から真犯人を推理してもらいます。今回謎解きに挑むのは容疑者をよく知るこの3チーム。第1のヒント、犯人の自宅映像。現場に残された鍵を使い、正真正銘アイドルの本当の自宅を撮影。判定チームには容疑者5人のうち一体誰の家なのかを推理してもらいます。テレビの前の皆さんもどうぞご一緒に。玄関へと足を踏み入れたところ、大量の視線を感じる。その正体はなんと50体以上ものケアベア。犯人はとてつもないケアベア愛にあふれているようだ。分かったぞ。気を取り直し、犯人の部屋へと歩みを進める。割と整理された空間の中、犯人のものと思われるタンスを発見。中を物色してみると、かなり几帳面に畳まれた服の数々。犯人はかなり収納上手な人物と見て間違いないと思いきや、床には脱ぎ捨てられた犯人の部屋着と思われる服が。上は AKB の公演 T シャツ、下はなぜか学校ジャージと、その学校ジャージになんと名前が。ついに犯人が尻尾を出した。その名前は誰？星野。いや、容疑者の中に星野という人物はいないはず。犯人は普段偽名を使っているとでも言うのか。さらなる手がかりを求め、犯人改め星野の部屋を物色してみる。すると部屋の片隅に腹筋トレーニングマシーン、さらに美容グッズもそこかしこに。どうやら星野は美容に興味津々な人物のようだ。続いて趣味嗜好の香るラック棚を捜査。そこには AK ビンゴを録画した VHS がずらり。さらにテレビの下に置いてある DVD を操作してみると、なんとホラー映画だらけ。 DS のゲームソフトにもホラーゲームが。乙女心はわからないと学習机の棚を調べても、やはりホラー小説。デメキンはホラー小説ではないものの、犯人はホラーマニアな人間に違いない。嫌やな、ホラーの横に並べろ。ホラー扱い。続いて犯人の勉強机に捜査を進めると、ここで捜査班は重要な手がかりを発見。それは何気なく放置されていた映画ターミネーター4の割引券。ふと気づけば棚にも USJ グッズが大量に。犯人はホラーの他にユニバーサルスタジオジャパンも大好きな人物のようだ。そして最後に、毎日犯人が眠りについていたであろうベッドへ。よっぽど好きなのか、枕や布団までもケア部屋。ここまで来ると犯人の家なのかケア部屋の巣なのか区別がつかない。さあ名探偵の皆さん、これまでの手がかりをもとに真犯人を特定してください。おっしゃ、頑張るぞ。そんなキャラじゃないんで、このさあ自首した5人よ、お前らの中に星野なんかおらんやろ。え、私が星野です。いや、私が星野です。私が星野です。何言ってるんですか。私です。私が星野です。どうぞ、これちょっとやめろよ、勝手にダチョウさんのくだり使うの。すいませんでした。座ってけ、ボケ。はい、すいませんでした。さあ、なぜ星野ジャージが家にあったか、で一応聞いてみましょう。じゃあ一番の小野。はい、あのですね、あのジャージを、あの学校のものなんですけど、作るにあたり、あの私は小野って書いたつもりなんですけど、
先生がちょっと星野と間違えちゃったんですけど、なんか作り直すっていうとまたお金がかかるって言われて、だったら、まあ、じゃあ私はこの3年間星野で行きますっつって星野のジャージをもらったんですよ。じゃあ2番の小島、はい、そうですね、私ここで言っていいのか分かんないんですけど、はい、本名は星野なんですね。おい、仲のいい友達とかには、まあ、星春とか言われたり。本当？質問なんですけど、ユニバーサルスタジオジャパンが好きだと。それどうしてもな、その声押すけど一応イメージ誰もハマってないよ、その声イメージに合わせてね、それぞれみんなちゃんと作ってるキャラを。あ、そうなの。でもだって優子しか喋ってないから、じゃあちょっと代わりに喋ってみて。ユニバーサルスタジオジャパンが好きということで今日はそれで行くって決めたんや、その声で行く。そうです、そうです、そうですよ、うん、ね、クラムチ。はい、そうです。じゃあいいけどね。ユニバーサルスタジオジャパンの好きなキャラクターを教えてください。なるほど、いいですよ。じゃあ小島。はい、みんなが好きなあれですよね。あら、あれ言ったことない。怪しいの。怪しい。何、みんなが好きなやつって何？エルモです。え、エルモ、エルモ、エルモ、え、クッキーモンスターです。え、変えたよ。明らかに誰か変えましたよね、今ね。クッキーモンスターです。はい、じゃあ指原。はい、指原はですね、修学旅行ももうおのユニバででしたので、うん、もう全部、そう、ユニバ、ユニバ、ユニバだったら全部好きです。じゃあ質問は、好きなキャラクターユニバーサルスタジオで誰がいいっていうことなんですけども、どう思う？警部、あの女芝居ていいですか？やめとけ、中島。中島やめとけ。やめとけ。さあ、じゃあ、リア。私はですね、エルモとかクッキーモンスターとかスーパーマンとか、やっぱ素晴らしいんですけど、私、そうです、スティーブン・スピルバーグが好きです。キャラクターじゃないよね、それ監督よね。全員嘘くさいよな。でもなんか埼玉行った時に星春って聞いたことあるんだよね。嘘つけよお前。嘘つけよ。さあ、ここで特別ヒント。犯人はかなりのホラーマニアということで、これから5人の容疑者にドッキリ恐怖体験をしてもらいます。このリアクションも重要な手がかりとなるので、よくご覧ください。さあ、容疑者、しっかりと前を向いとけよ。向いとけよ。それではお願いします。めっちゃビビっとってん。めっちゃいい出来、これ。いや、一回ビビってんやん、お前。一回ビビってん。ウェー言うてん。さあ、この特別ヒントを踏まえて、一体誰の自宅だったのか。現時点での探偵チームの予想は。それでは、チームホームズから見てみましょう。じゃん。宮崎。はい。はい。なぜ？やっぱ私はケアベアですかね。あげた気がするんですよね、うん、ケアベアグッズを、うん、それがあの中に入ってたような気がして。なるほど。さあ、続いて、ほうほう、峰岸。おう、なぜ？峰岸は人形が落ちてきた時に最初に食いついてたから。こねくり回してたから。そうだそうだ。こねくり回す言うのよ。じゃあ、そして最後。はい、いや、やっぱりあのジャージでしょ、はい、決定的なのは。なるほどね。この人しかいないです。星野さん。いや、違います。キュウさん、星野さんがいないんで、すべて私の責任です。嫌やな、お前な。誰、本当は。おならはしません、アイドルですから。あの、それ言わせんといて。誰なの？やっぱり佐田さんかな。ね、勝手なコメントせんで。それ当たった。それ清とか言わせたかと思って。とりあえず今のところ小島ですね。はい。おお、なんで？わざとなんかちょっと演じてる節があるような。なるほどな。あ、続いて第2のヒントは財布の中身。こちらが犯人の財布に入っていた品の全て。注目は年間パスポートを含む水族館のチケットと
大量の花丸うどんのレシート。果たして誰の財布の中身なのか。犯人は水族館が大好きだと。大好き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 。結構言ってますね。割引券まで。もう一個レシートなんですけども、花丸うどんのレシートがあったんですけど、これ日付を見ていくとですね、10月23、26、27、28、毎日花丸うどん食ってます。花丸うどんが大好き。自宅映像に続き明らかとなった財布の中身。探偵チームの予想は、まずチームホームズから見てみましょう。どうぞ。指原、やっぱなんか他のメンバーは結構チームが一緒だったり、うん、結構長かったりで分かるんですけど、サッシーは意外にプライベートを知らないので。あ、そうなん。水族館とかうどんとか食べてるかな。確かに水族館は食べませんけど。水族館行ったりね。じゃあ続いて、チームコナン。僕たちが推測するにこいつだ。おお、指原なんで。サッシーに誘われて花丸うどんに行ったことがあるの。へー、行ったことがあるの。それでは最後。はい。はい、どうした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 。犯人はやっぱり星野さんだと思います。いや違う違う、さっき違った、さっき違った。違う違う、星野さんは違う。オッケー、ごめんけど、誰なん。太田。私は、みーちゃんが。なんで。最近仲がいいので、犯人だと思います。あのさ、全く理由になってないけどね。今後さ、あんまり年低いことを合わせるのやめてもらえない。しょうがないやんけ。イエーイ。続いて第3のヒントは思い出の品々。犯人の通知表や文集など恥ずかしい証拠をチェック。果たして5人のうち誰の思い出なのか。さあ、まずはこちらの通知表。容疑者の衝撃の成績が明らかになりました。こちら、なんと主要5科目が ABC 評価で C だらけ、21項目で実に16個もの最低評価。さらにですね、生活の様子という評価ではこちら、忘れ物をしないの項目がですね、もう少しって書いてます。そしてそんな3学期を振り返ってというカードには、努力すればよかったことの項目に力強くなしと書いてるんですね。で、私はもうないですよと。ないんだ。強気。さあ、はい、はい、忘れ物はよく何をしてたんですか。やっぱ主に提出物ですよね。はい。いや違います、私はリコーダーです。私はどうしてもそろばんを忘れちゃう。いや提出物です。私は傘を忘れます。あ、私上履き忘れました。いえ、でもほら、忘れ物というのはやっぱりね、こう名残がありますから。もう今現在でもこう忘れっぽいやつとかなんかおらんの。そうよ。ミョウは、私が貸した CD を未だに返してくれません。もう結構だよ。ひどいね。ここで再び特別ヒント。犯人の小学校の卒業文集を見ると、どうやらダンスの経験があるらしい。というわけで、容疑者5人でレッツダンスタイム。それではミュージックスタート。ほら、前出て。はい、続いてじゃあ小島。あれ、できてないよ。おお、何これ。はい、これでヒントは全て終了。部屋、財布、思い出、3つのヒントをもとに5人の中の真犯人を推理してください。チームホームズから見ていきましょう。宮崎さん。宮崎、おう、なぜ。やっぱ忘れ物が多いので、ニューヨークに行く時かなんかに iPod を忘れたりとか、あと携帯を忘れたりとか、よくあるんですよ。あ、じゃあ続いてチームコナン。はい。宮崎。はい。おう、やっぱりミャオが CD を返してくれないのが。喋り方やめたんやん。それ教えておいてくれんかな。そのなんか
喋り方やめるし、1個前にやめてたじゃないですか、はい、いや分からなかったこれいつやめてやめたんやろ、気づいてくれないと困るよね司会がいや何も言ってなかったけどさ、はい、CD をやっぱ返してくれないのがちょっと根に持ってる部分もあって、うん、ミャオ捕まってほしいと、捕まってほしい、捕まってほしいさあじゃあそしてじゃあ最後近代チームさん、絶対こいつはないと思うよ、いやそれだよ、うん、それ何言ってんの、うん、それですよ、いや俺違うのと思うよ、チビのくせに黙れ、二人は合ってるの、そうチビおっさん宮崎で清さんどこ向いてんすか、清さん宮崎でお願いします、清さんこのメンバー変えてください理由は、はい、映像にもあったんですけど美容 の、うん、あの赤いコロコロがあったんですけど、うんうん、それを結構同じ仕事の時にやったりしてて、でケア部屋も好きっていうのも全部当てはまるんですよ、さあそれでは最後は容疑者に自白をしてもらいたいと思います、果たしてこの事件の真犯人は、この後真相解明、それでは最後は容疑者に自白をしてもらいたいと思います、実はあの部屋に住んでいたのはこいつ、果たして真犯人は誰だったのか、いや誰や私です、私です、ということで全員正解さあ宮崎、はい、今回一番恥ずかしかったのは何ですか、やっぱ通知表は結構成績悪かったね、違いますよね、違くないよ、違くないよ、私小学校の時ほんと性格良かった、性格やっぱ C ですね、10月某日汐留日本テレビ、収録終了後バッドボーイズの楽屋に呼び出されたスタッフ、そこには何やら思い詰めた表情の峯岸みなみの姿が、バッドボーイズとスタッフに何やら相談があるという、ちょっと言いづらいんですけど、何気持ち悪い、どういうこと、うん、それ最近こう AKB のメンバーが新しい子が増えてきて、うん、みんなすごいフレッシュじゃないですか、まあ、小森とか大家とか前田美とかな、うん、私このままじゃちょっといけないなと思ったんです、うん、AKB のスタッフさんの間でも、うん、ちょっとなんか峯岸フレッシュさ足りないんじゃないいやもう、うん、峯岸みなみ17歳、4年前 AKB48 結成時からのメンバー、以来チームの中心となり AKB48 を引っ張ってきた、そんな峯岸の悩みは自分にはフレッシュさが欠けているのではないかということ、そこで今回ある秘策を考えたという、11月27日に、うんうん、あのノースリーブス の、うん、あの新曲のお披露目ライブがあるんですけど、うん、そこで、うん、あの側転をいつも曲中でやってるんですけど、うん、バク転に変えちゃおうかなと思って、バク転に変えちゃおうかなと思って、峯岸が参加するユニットノースリーブスのニューシングル「キスの流星」が間もなく発売、なんとその新曲の振り付けでこれまでどのメンバーもやったことのないバク転に挑戦したいとのこと、そこで峯岸からのお願いというのが、のめしべさん、すごい感動したじゃないですか、メーターの時みたいに、あのこう追っかけてほしいんです、え密着みたいなドキュメント風な、いやそんなお前さっきからもう大人的発言バンバンしようけど、そこにフレッシュさが本当ない、なんかまあ何週間でもいいんですけど、できればまあ3週間ぐらいは追っかけてもらうといや3週間分ぐらい出たらみんなこう注目するじゃないですか、いやそうだ、みんなでもそう思ったわけ、みんな出たいし、みんな出たいし、一家の勝ちなんですよ、立候補しますそんな難しいって番組で追っかけるバク転を、難しいんですか、いいんじゃない、いいって言ってますよ、ね、本当に簡単に決まる、俺こんな緩い番組だと思ってなかったけどというわけで AKB の超緊急企画決定、今月27日に行われるノースリーブス新曲お披露目イベントにて、大勢のファンの前で峯岸みなみバク転に挑戦、しかしその道のりは予想外に険しかった、悔しいんか、悔しいんかお前、
しまうのか。さあここで好評発売中、渡り廊下走り台の新曲をどうぞ。モバオクにてメンバーが愛用品をチャリティーオークションに。大島優子はニューヨークで買ったキャップと思い出深いネクタイセットを出品。実は高校のバンドでつけてたやつでとっても思い入れがあります。さらに宮沢沙絵は愛用の筆箱と香水をセットで。中学の時にずっと欲しくて高校に入ってようやく手に入れたやつです。皆さんよろしくお願いします。詳しくは AKB オフィシャルサイトで。この